散歩辛くなるな。時間半だ。家の中で存分にポポ暴れさせてから外連れてこ。可愛くないこのセーター。まあ。百均の毛玉で作ったんですけど。ほんとだ。本当だ。今日どういうルートで行くの？関川公園超行きたくなってきちゃったマジ。そうなの？うん、日曜日はそうしようかな。なるべく関川公園行って、でその帰り、まあ行く前でもいいけど美容院行って帰ると。月1回はな。そうしようか。でも現場そろそろ行かないとだもんな。うん、月1回は行きたいな。また2ヶ月ぐらい行ってないよね。1ヶ月だ。うん、月に1回は行くにしようよ。前もそうしてたもんね。うん、ダメだよやっぱ。何でもなくても先生に見てもらうことが、体重とかもさ、まあ、月に2回でもいいんじゃない。2回だと多分ね、吉日女性の間も健康だからまだ。うん、でも今ちょっと病気とか持病ある子だったらちょっと見てるね、2回。まあ別に何回行ってもある子ね、体重が回数あるんでしょ。あの、正直な、若いからまださ、こっちが気をつけてあげれば、そういうなんか悲惨なことにならないはずだから、病気は多分相当にならない。兄子のことも考えれば行った方がいい。まあな、毎年損してるって言った方がいいんだけど、まあ、多分損して終わってんだよ。うん、入ってんだったら行く。行こうかなとか一瞬思ったけど、でもやっぱ今日やめようと思った。会社終わったら行こう。どこに？うん？セリガヤとアート美容院。じゃあ12時半だった気がした。じゃあもう一回見ておこう。ここにスケジュールを入れる癖をつける。午前中？午前中に行こうかって。工房山を考え、一瞬だけまたやっぱ考えたんだけど。12時から。でも1時間で帰るよ。お金ちょっと借りるかな。ないよ。じゃあ下ろしてこいか。下ろしすぎないでね。あれもう27日用にもう足のない金入れてるかな。分かってる。足りないと思うけど多分。足りないからどうしようかなって。まあしょうがない。でも点検っていうか、あれ、定期検診だから、うん、2000もしないと思うけど。
いやわかんない、定期的に高いな。いや、そこの店はポッタフリじゃない。うん、うちのとこそんなに行かないよ、定期的に。まあいいや、寒い。個人料とかかかってるからね。何の？え、家賃とかのあれがやっぱ痛かった。タイミング悪かったな、このなんかコロナでさ、大パニックなさ、給料が激減してる時に来ちゃったなって。残業もできないしね。え？残業もまあうまくやってるけど、そんなできないし。今月は結構行くんじゃん、そこそこ。うん、まあ来月か。今月はもう行ったか。うん、あ、もうだって払った。もう入ってるでしょ。入ってるはず。まあ金をこう気にしないで生活したいよ。そう、うん、気にした生活の方がいいと思う、まあ、私は。うん、いや俺別に裕福な生活したいと思ってる人じゃないから。いやだからそれがめんどくさいだって。いや大事だよ。うん、やっぱ1割じゃきついな。うるさいよ。いや現実的なこと言ってるだけであって、やりながらやってんだからさ。うん、あ、今100ぐらい来てんだからね。なるほど、いいや。寒い。話そらすな。トラベルか。お金って200万以上借りるとどうでもよくなるらしい。100万まで借りるとあやべえなって感じになるらしいけど、200万になるともう別に遊んでもいいやってなる、どうでもよくなるらしい。って言ってた。でも返さなきゃいけないんだから、あんまりどうでもよくはない。だからじゃあ心理的にどうでもよくなるんだって。返せないから。最終的に自分の中で返さないでしょ。まあ、わかんないけどそれは。パスは潰れてる。で、一回ね、例えば10万借りるじゃん、うん、返し10万だったらすぐ返せるじゃん、うん、ってなると、あ、金返し借りて返すのってこんな楽なことなんだって錯覚のうちいるらしい。で、だん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 ズブ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 いくらしい。あー怖いね、そう思った。いい天気で秋晴れだから透き通って見えるな。パパも人いっぱいいるんだろうね。
しない。したの？え、ないね。ああ、あった、これ。ね、自分に見て。どこ？あ、ほんとだ。日本なんて今 GDP 下がってるし、下がってるっていうか理想の国ではなくなったからね、日本の今。うわ、すげえ綺麗。私の免許証が落ちてるんだからね。違う違う、自分たちはまだマシな方だと思うけどさ、生活源なの。まあ、アホみたいな生活してないから、まあ、ギャンブルで生活成り立たせる人も今からいるらしいからね。今は無理だと思うけどね、それって。確率的な考えでいけば今の機械がどれぐらいのどういう感じに、いや、国になってるかは知らないけど外辛いでしょ。分かんない、その10年、20年ぐらい前、ああ、よくわかんないけど。ロンボットさんは、西洋風にしてた、あの時代から比べたら、ちょっと辛いんだろうと思ってる。あの頃で、あの時に来た4号機は、ってなって、計算以上だったら、ほぼほぼ、まあ、よっぽどじゃない限り、負けるって思う。なるほど。4人以上とかだったら、確実に食べて果てる。天井とかあったからな、今わかんないけど、なんか今もそれすらないような気がするけど、今やんないが一番いい。ああいうのは本当かね、余裕があるしね。ね、サギさん、サギさんもあそこにいるよ。かわいい。あれ、サギめっちゃいいんじゃん。サーマーぐらい超かわいい。いるやん。あ、本当だ。4羽いるんだよ。子供なんじゃないの、まだ。超可愛い。あっ、死ぬ。あの子いくらも来なくなったら、それ高いがオワコンなんですよ。緑のクマがいて、びっくりした。緑のクマ5羽いるじゃん。そんないる。うん、なんか数見れば見るほどだんだん数が増えていく。ほら、あ、ほんとだ。ちっこいのは、もう次男坊だ。でっか。ちょっと川の流れに流されてんの、ちょっと生きてくの、あれ、ほら。ほんとだ、わーって。でも、ここに実際まだ気分かんないから。うん。ほら、あれ。あれ、今手前にいるの。一番さ、一回りちっちゃいよ、あれ。ね。ほらほら、かわいい。ありがとうございます。かわいい。すごい。
朝今日一桁だったんだ。あ、そうなんだ。うん。新しいです。そうなんですよね、やるまでが。でも今全部100均で物揃うんで、なんだろう、なんなんだろう、あの花ちゃん抱っこしてるから、ほら下ろせだよね、花ちゃん下ろせって。美味しかったね、この前の。本当よかった。もうでも季節外れだからちょっと硬くなってる。本当本当、今日もあったよ、今日もあったよ、今日もあったよ。青だよ。はい、バイバイ、またね。元気まだないの、赤になっちゃったよ。ダメだよ。やんちゃ行きたくなる。年取ったらやんちゃじゃなくなるから。皆さんそう言われるんで。やんのうちが一番ですよ。そうです。で健康だし。突然大人しくなる。5歳。5歳で急になりますか。うん。怖いんだ。もうちょっとだよ。もうちょっとです、ね。信号違う、信号が変わる。ならないまだ3歳でね、5歳急には。バイバイ。今行こうとか一緒にしてね。一緒に行ってね。ありがとうございます。かわいい。結構いるね、ワンちゃん。まあ、この時間だしな。かわいいね。なんか、医療的にあれなんだけどね。撫でてほしい。この一言にペッてやってくるの。すげえ、ガーガー泣いてる。すげえな。綺麗だな。
じゃあ行くよ。こっち。こっち。かわいい。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。